あ、出た、メスだ、メス。いや、少し切ってるな。なんだよ。おい、やっちゃったよ、3連打。やっちゃったじゃん。おー、築地、返事しろ。言って、はい、向こうに向かって。お、築地、返事しろ。いや、俺の築地どこ行ったがいいな。後で言うよ。まあまあ行こう行こう行こう。取っちゃうかも。ブレッタ、ブレッタ。回ってきやがったこいつ。でもブレッタ、ブレッタの回収シーン良かったよ。実際に記事出てる本当に。よかったじゃん。じゃなきゃ俺だって打たねえもん。いやいやいと思ったっけ。こっちかカスカさん言ってるのかと思ってさ、見に行ったでさ、後ろだっけ完全に。それは、あの、道出てまっすぐだからさ、うん、前玉の方行っちゃうな。そう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 、だから俺についてくるってこと。そうそうそう、あそこ3台止めれると思うんだよ。止めれると思うよ、うん。も俺も本当だっけな、こっちかなと思ったら違って逆だっけ。悔しいね。悔しい。逆だった。まあこれで踏み出すシリーズが2回ってことで、あとあれだよな。でもちゃんと獲物出すっていうのは大したもんだよ、うん、自分で。ああ、でも踏み出すシリーズチャレンジ1回目、チャレンジ2回目、ね、次はリベンジだから、うん、いいね。3回目って、次はリベンジだね。3回目の正直、3回目正直になるか。じゃあ、木部さん、今日の意気込みはどうでしょうか。今日の意気込み、はい、今日の意気込みはみんなの期待に応える、ね、どうですか。じゃあ皆さん期待してください。必殺の三連射。必殺の三連射、うん、てかもうここで入ったらやばいで、出るかもしれない。いや、某ミニチュアダックスは入りませんけど。全く。全く入りません。それでは。よいしょ。お前で硬そうだね。お、ゼノンが行ってるよ。まだわかんないわ。笑っちゃ悪いよ。出るかもしれない。ノーゲン。ノーゲン。ああ。嘘。お前恥ずかしい。出てねえと思ったわ。マジか。出ると思ったらこんなことやってねえよ、こんなこと。いや、人形動作がねえのか、ではさっきの認定だよ、小鳥に。わかる？モールバード。モールバード。俺だよ、俺。ゼノン、君は何をしている。カメラ流行りなんだね。流行りだな。おい、なんか動きおかしいぞ。銃出せよ。誰も出さないじゃん。そこが笑えるとこだよ、うん、先行って、うん、じゃあ俺今度真ん中入る、うんうん、ブレット、おいでおいで。まだいるよ。
パンツの中になんかチクチクするもんが。さっき言ってた。書き直す。じゃあ、グッチ先行って。だってお前、コソコソっと後でブレッドで取ろうとしてるから。ブレッドで後で取れねえよ。よし、行きな、ブレッド。止まってる？あ、出た！メスだ、メス！いや、少し切ってるな。なんだよ。おい、やっちゃったよ、3連打。やっちゃったじゃん。おー、いい、おー、いい、いいって言ったねーよ。マジかよ、マジかよ。2つオスだぞ、おめえ。あ、1匹目もオスだった。 1匹目がメスで、2羽目がオスだった。2羽目オスだったよな。で、3羽目もまたオスだった。あ、本当に2匹目だよ。3つ出た。マジかよ。メスったもんで1匹目やめたんだよ。うん。いや、俺2匹しか見えてないの。ああ、だから、あの、3つ出たで。3つ出た。うん。俺撃ったの二の矢が若干効いてんだよ。うん、そう。だもんで、もしかすると、あの、先の竹やぶあたりにいるかもしんない。やってみるか。いいっけな、やっぱ出てかなくてな。もう1匹。ごめんでさ、ちょっと当たったらさ、ここにゴツンって当たった。何当たったか知らねえけど、すげえ痛いんだよ。マジで？レオンすごいな。レオンすげえだよ。いや、全然遠いもん出てんの。ああ。今、デロンが出た時最後の一つ出ただよ。あ、ほんと。うん。いや、いいや、だから低く一枚出たじゃん、最後。あれそうで、ここにいた。ペリック、なんだっけ。マジか。今日、初しまくりシリーズ最高だね。撮れたじゃん。しっかりカメラ撮れたよ。俺もやっちゃった。俺はお前が前まで目の前いるから打てねえからね。俺は初しまくりを2人して見とっちゃって見ちゃったよ。何やってんだよお前ら。いや、もっと近くから出る予定だった。やっぱこっちにいたらな。一回さ、こう出てきて出てこようとしたもんね。うん、待てよと思ってもう一回入ったんで。うん、なんだってな、今日これだけいるだかな。すごいな、うん、大丈夫？足なんか刺さったの？
ぶつかった？ぶつかった？打ち当たったこんなんでこんなに言ってんの？ヘビに噛まれたってことねえよな。ヘビに噛まれたら。ヘビに噛まれたら腰抜けちゃうお前その前に。よいしょ。この辺だと思うんですけどね。頼むよブレット探して。うん。すいません。ある？ある？ある？そこか？これか？噛まれてたらやだな。ああ、キジの羽があるね。取った？ブレット。ああ、いいね。取ったね。よし。よし、どれどれ。ああ、やりました、ブレットさん。おめでとう。よかったね、ブレット。よいしょ。はい、ブレット、よしよし、よし。よし。よし、よし。いいぞ。はい。あまりカミカミしないで。はい。いいですよ、ブレット。よし。よかった、よかった。取れました。今ね、キベさんから何撃ったって電話がありましたけどもね。ちょっとね、取れたかどうか不安だったんでね。お楽しみって言っておきましたけどね。なんとか生地取れました。よかったです。はい。わかるかな？生地です。よかったね、ブレット。よかった、よかった。よし、いいぞ。いいぞ、いいぞ。いいぞ。よし。はい、ブレットさん、ご苦労様です。あまり噛まないでくださいね。頼みますよ。ブレット、ノー。ノーで。ノー、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 ノー。ブレット、ノー。ノー。ノー。バック、バック、バック。バック、バック、バック。うーじゃない。はい、よしよし。外しまくりの鳥漁のキベさんとグッチさんが帰還しました。えらいですね。ちゃんと脱法して重袋に入れてます。ですね、狩猟中ですね、銃声3発聞こえましたね。すごい早いスパンで2発撃ってその後1発鳴りましたけどもね。キベさんの銃は自動銃、3連射できます。そしてグチさんの銃は、上下2連ですね、2連射ですね。どっちが何発撃ったかっていうのはちょっとわからないですけども、結果どうだったんでしょう。グチさんの、動画も、バッテリー入れで止まっちゃったのかな。私の方もね、動画途中で止まっちゃいました。SD カードいっぱいになっちゃいました。今日ね、キジに対して、2羽のキジにね、おー、レオンお帰り。キベさんがね、3連射して外しちゃってて、私が2発かけて、やはり外して、多分その2発かけた方の生地を後からブレットと回収できたっていう形になったと思うんですけども、どうでしょうか。外しまくるシリーズが続くのか、それとも終わってしまうのか。レオン、どうだった？おかえり。ゼノンが帰ってきました。セターのゼノン号です。はい、そしてキベさんです。さあ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 、あれあれ、もちろん外してよ。だって3発鳴ったじゃん。小事件の出た。どっちが何発撃ったの？俺に当てたけど、俺に当てたけど、
外した。ああ、パンパンって打ったのがグッチか。そう。で、最初ね、最初パンパンって打ったんだ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ動作してんだ。もっとチラッと見えたらまたもう一発打っただけで外れた。あの、こっちの、あれは、あの、鈴木原は何も出なかった？狩りにやるって言ったところ。出ない。出なかった？ああ、ほんと。お尻出た？出た、出た、いた。やっぱりいた。取れた？うん、はい、半夜になってた。あ、ほんと？全然普通になんかゴトゴトゴトって感じで、バーンって打って終わり。うん、メスキジも出たよ。あ、ほんと、うん、あ、あの、さっき出たメスキジをまた出した？この間、うん、ガサガサしたって言ったところ。ああ、はいはいはい、あそこで。うんうんうん。あれも茶色だったから、うん、完全に。お疲れ様。じゃあまだ、あれだね。外しまくりのトリオは継続で。何取ってんだよ、俺の生地を。なんだ、ブレッド。取るな取るな取るな何お前ネタにしようとしてんだ俺の生地取りやがってあ、すいません。あの、俺の生地どこ行ったってやるちょ、さっきね、インド記事見てたらこういう系が出た。うん、マジで。そういうことやってるから。ここ15分でさ、その辺からこっちダメだよ。インドにやられたよ。はい、お疲れ様。あれ。いいね、楽しいね。反対側やる？どうする？疲れちゃった？足が痛いんだよ。もうあそこで行ったこと走んなきゃよかったよ、ほんとに。数字やったかもしんねえな。マジで？ピキーンってなった？ん？パチンって叩かれたみたいな。ほんとに？ちょっとオダ食ったらちょっと失敗した？もうあそこにあるじゃん、俺のお尻。ごめん。何舐めてんだよ、お前。お尻くれ。ほら、ちょっと肉上がしてもらったよ、ほら。ほら。お尻。バカだな。剥製みたいに硬くなってるのもそれ剥製じゃねえ。どっから剥製持ってきた。これ1年生じゃん。そう、まだ若い生地。で、肉柔らけえ、これ、うん、1年生の。すげえ毛爪ち、短いもんな。うん、あれ木部さん、どっからその剥製持ってきたのこれうん。昔は親父よくこういう剥製作ってあってこうだぞ、はい、これで新聞で車の後ろに見えてるこの剥製知らねえのかお前流行りなんだぞあ取られちゃったって思わす剥製だってよマジかこれでさ犬の訓練使ってさ、うん、犬がパクって持ってきたあの、うん、加えたでよ、うん持ってこい持ってこいって言ったら親父を詐欺だったっけ俺が子供の時、うん、あ？うん、そうそう全然じゃあ取られちゃう、うん、皆さん今日はお疲れ様でしたはいお疲れ様これはあれだよあのレオンが出した記事みたいなもんだからそうだねそう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 今日はあの外したけどねそのハイヤーを取ってきた人そう、ね、頑張りましたいいねなはいお疲れ様